ビゼルトは、チュニジアの都市。ビゼルト県の県都で、2004年調査では、人口11万4371人である。ビゼルトは、チュニジア北岸にあり、首都チュニスから 66km 北方、アフリカ大陸最北端のブラン岬から 15km 離れている。地中海を挟み、シチリア島やサルデーニャ島と近い、典型的な地中海性気候である。 チュニジア国内では、陶器の高水量に恵まれ、火器は乾燥するものの比較的冷涼なため一年を通じて温和な気候である。ビゼルとは、チュニジア国内でも古い都市で、最もヨーロッパ風の都市である。紀元前千年頃、ティール出身のフェニキア人が建設した。また、チュニジアがフランスから独立を果たした後も、フランス管理下にあった最後の町であった。はじめは、 小さなフェニキア人の開口であったが、ポエニ戦争で、シラクサ選手アガトクレスが敗退後、カルタゴ支配下に入った。死は後に、ヒッポディアリトゥスの名の下で古代ローマに占領され、解体され、撃ち替え移された。ビゼルトは647年に、アラブ人によって占領された。百三十五年には神聖ローマ皇帝カール五世軍に占領され、百七十四年には、 トルコ人が街を占領した。ビゼルトはバルバリア海賊の港であり、フランスとベネツィア共和国の間で支配権をめぐり、争われたこともあった。1878年のベルリン条約により、フランスがビゼルト管理権を獲得し、市内に大規模な海軍港を建設した。1924年、フランス政府が公式にソビエト連邦を承認後、 白軍のロシア艦隊としてビゼルト港に停泊していた旧ロシア帝国艦船がソ連政府へ引き渡されることになった。しかしソ連側が艦船受け入れのための港湾施設の整備や修理工場の手配、代金の支払いをしなかったため、艦船は実際には港から動かされず売却されて1930年代に現地で解体された。 地中海の軍事的要所にあるため、フランスはビゼルトに海軍基地を置いておきたかった。1956年のチュニジア独立後、フランスがビゼルトを管理下に置いたままであったのは、そのためであった。しかし1961年、ビゼルトはチュニジア陸海領軍の攻撃を受けた。フランスは7000人の落下産兵と3隻の軍艦を送り込んだ。 3日間の戦闘の結果、チュニジア側は700人の死亡者、1200人の負傷者を出したのに対し、フランス側は24人の死亡者と100人の負傷者を出した。フランス軍が、とうとう、ビゼルトを明け渡したのは、1963年10月15日だった。ビゼルト経済は、非常に変化に富む。軍事基地があり年間通して観光が行われているが、 チュニジア東岸諸都市と比較にならない。織物、自動車部品、台所用品といった製造業、また漁業、果樹栽培、穀物生産が行われている。ビゼルとは品質の高いブドウで作られるワインで有名である。ヒッポディアリトゥスはカトリック教会の名義だけの司教であった。現在もこの慣習が残っており、2004年10月から、 マンフレードご手が名乗っている。ありがとうございます。